で書きました。かわいいハートみたいな、キラキラキラーって感じ。コンビニ行った。ここまでマスクつけて、あ、お願いします、はい大丈夫です、はいお願いしますってやりました。こんばんは、インスタのストーリー見たよ、ありがとう、ちゃんとパート分けしました。こんばんは、ちかなさんの卒業公演、めっちゃ最初の方から見てたのに、なんか今日私んちの電波が悪いのか回線が混み合ってたのか分かんないんですけど、途中でガンって止まって、一回出てまた入って、結婚しよう、ブチッ、え、怖いんだけど、残酷な目がで急に止まるの、意味わかんなくない？これアーカイブ見ないとダメ。真っ暗画面になったり、真っ暗画面になったり急に止まったりしたの。え、たまになるの？あ、そうなんだ。低速じゃない。だからまた後でもう一回見ます。申し訳ないです。そのその姿で普通に生活してたと思うと、じわじわマスクさしてさ、コンビニに行ってさ、取って、何、模様取れてないか鏡で確認して、ハートありがとう。5日の公演申し込んだよ。ありがとう。楽しみだね。ちょっとやってみたい。あんまわかんないな、配信だと。こうやってなんかアイラインも白くした方が可愛いって妹に言われた。あとここか、二重の延長ラインらしい。いや、よくわかんないわ。
なんかあもう1週間以上後の話なんですけど、3月3日は逆組の日ら、裏組？裏組の日らしいですよ。皆さん知ってました？裏組の日。9月3日はグミの日らしいんですけど、3月9日は裏なんですって。そう、なんかそれでその裏組っていう、裏組の日にかけたグミが売ってて、コンビニにね、避けるグミってあるじゃないですか、フルーツ味のこう裂いて食べるグミ、あれの避けぬグミとか、あと何だったっけな、ストロングっていうぶどう味のハードグミがあるんですけど、ハードグミとジュレみたいな柔らかいグミの二層構造のぶどう味のグミが、ストロングっていうグミがあるんですけど、そのパッケージが鏡状態、左右反転してるパッケージになってたりとか、あとこれは買いました、コロロじゃなくてゴロロ、なんですって。知らなかったんだけど、超ハード食感って書いてある、コロロ。そう、なんか裏っていう感じで、その関連、裏組の日に関連したグミを発売してるらしい。それ買ってこようかな。そう、なんか今砂糖錦味コロロねもう出てて、それがなんか私が大好きな TikToker さん、グミを紹介してらっしゃる方なんですけど、がこういうのを求めてたみたいな感じで言ってたんですよ。このコロロの砂糖錦味おすすめって書いてあった言ってた。こんばんは。いて。コロロ柔らかい。プルーン食感。ゴリゴリ食感。って。普段買ってないと気づかんと思う。あ、私グミ大好きだから。やっぱりコロロとは違うのか、食感が違うらしい。グミ、新作のグミを見つけたら、ちょっと気になったら、なんかね、グミ探ししちゃうんです。ん？これなんだ？今マロッシュとピュレグミのコラボのグミが出てる。リラックもありがとうございます。今イチゴをいただいております。いいですね、イチゴ好きです、いちご。
あ、そういうことか。リスクもありがとうございます。もうやらないよ。初めて食べたグミコールアップだったな。氷グミまた買っちゃった。え、よかった、なんかお気に召してもらったくださったようで。なんか私はもう新作、うわこれ珍しい、あ期間限定、もういろんなグミ買っちゃって、結局あのよっぽどあのリピートするのは、えこれないと私もうダメかもしれないっていうぐらいのグミはリピートするんだけど、基本的に新しいもの、新しいもの、気になるものに行っちゃうから。レインボースターありがとうございます。ハートありがとう。グミ DD って何？DD やばい。ミリ気質違う。で、私がリピートするしてるグミ、あ、急激に忍者飯が食べたくなる時とか、あとその前に紹介した冬限定の粒グミのグミチョコ、あれももうリピート。あと日本エールの忍者飯ソーダスコ、わかるわかる。日本エールのグミのマンゴー味とシャインマスカット味は私の中で結構好きな。なんかついてる？どう？コンビニの滞在時間は買いたいものが決まってて、もうこれを買いに行きますって時はそんなに長くない、10分くらい。でも20、もうそのコンビニ全体を見るときは20分のときもある。ゆはちゃんもグミ好きだよね。え、やっぱ味覚一緒だね。そう、なんかこの間あれ配信で食べてたじゃないですか、芋ボールみたいな、救急ボールなんですけどとか言って芋を使ったもちもちボールみたいなやつ、あれも実はね、一緒にユーハと一緒にいて、あ、ルアもいたかな、ユーハとルアと一緒にいて、なんだこれってなって3人で分けっこしようって言って一袋買う予定だったんだけど、レンチンしなきゃいけなくて温めないと食べれないって書いてあったから、ちょっとあの私だけ買ったんだけど目をつけるものがやっぱり一緒なんですよね。で、後々そのあ、芋のやつどうだったってメッセージが来る。タフグミ買っちゃう。タフグミのぶどう味めっちゃ好き。やはりグミ DD ですね。違います。あ、違いますね。リラックもありがとう。ハートありがとうございます。
20分コンビニって長いの？妹ちゃんと一緒に食べてた味し、私のい私妹ユーハ、私は妹を出演したことないですよ。ないよね。あれ、妹と一緒に食べるってなんだ。ハートありがとうございます。リラックマンありがとう。ルアちゃん温めないスタイルだから温めてくださいって書かれてたら、あーらー、ライスちゃんクマタワーありがとうございます。ガーガーありがとう。このクマの時はガオ。さっきパンダカチューシャ届いた。どうだった？可愛くない？めっちゃ。レンチン必須のグミなんてあるんだ。違う違う。芋ボール、もちもちの芋ボール。会社から電話で遅れて焦ってカウント失敗したかもしれない。星投げはできた。ありがとう。なかなか協力できずごめん。いや、ありがとうございます嬉しい。私の頭には小さいような、いやそんなことないと思うよ。私もここら辺にいるもん。あ、つけるね。こんな感じだよ。私がつけたとしてもほら、ここら辺には来ない。ここら辺、これ子供用もしかして。青い狼の時はガオーン春がそうだから。こんばんは。50カウントのみでごめんなさい。ありがとう。こんばんは。2週と50ポキお届けありがとうございます。リラックもありがとうございます。同じに見えた。え、ちょっと待って待って、クマの時がガオー、青い狼みたいなやつの時はガオちょっとクマの方が可愛い感じ。同じじゃないよ同じじゃない春ちゃんがガオのお礼に50カウントの時計ありがとうございます微妙な違いですね。ちょっと違う。そうそうそう、違うでしょ。同じじゃない、同じじゃない いきなりのガハガハハートありがとう。ハイテンションは次です。次の配信
もう練習してるじゃん。ハートありがとう。もう練習してる、もう練習してる。あお手伝いも好きなんだよ、ありがとう。三つ編みに合うね、ありがとうございます。でもねちょっと余ってた毛が。だるまありがとう。レインボースターありがとうございます。なんとか振るか、ありがとう。ハ行の歌詞、あ、偽善者、偽善者はねひらがなじゃないとダメなんだよ。フローお届けです、ありがとうございます。リラックもありがとう。ハートありがとう。あれハ行ってなんだよ。理屈と濁痛、悩み、暗闇、あ、は大丈夫みたい。偽善者が星になっちゃうんだね。ハートありがとう。ユーモ練習しなきゃ、ハイテンション。明日どうしましょう。なんかちょっと明日午後にちょっと予定があるからそれを避けて配信したいのと、最終話どういうタイムテーブルがいいのかがわからないよ。最終枠を1時間にする。もっともっと、ありがとうございます。木本です。ハートありがとうございます。ありがとう。わかんない、わかんないよ。こんばんは、フルコス完了です、ありがとうございます。好きなアニメ、アニメ、アニメむずい、あんまり見ない、アニメ。へん、むずっ。名探偵名探偵かもね。ハートありがとう。2週間と完了です、ありがとうございます。名探偵だな。今はあんまり見ないんだけど、昔は毎週。ありがとう名探偵。名探偵ですね。あ、そう、漫画ならガンツ。そうそう、漫画ならガンツです。
57分ありがとうございます。うん、アニメよりはドラマの方が見るね。ガンツ好きなん？そう、ガンツ好き一番好きな映画はガンツです。58分です、ありがとうございます。ハートありがとう。13位のんたんさんありがとうございます。12位音速の貴公子さんありがとうございます。11位なべとしさんありがとうございます。10位いなぽんさんありがとうございます。9位突破Qさんありがとうございます。8位片山さんありがとうございます。7位ひろいちさんありがとうございます。6位新潟かずさんありがとうございます。5位埼玉のりゅうちゃんありがとうございます。4位かあめうさぎさんありがとうございます。3位だっちゃんありがとうございます。2位あべべさんありがとうございます。1位ライスちゃんありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。それではリハーサルよろしくね。ごきげんよう。バイバイ。